さて、あ、これの兵隊か。え、いやー、おいー、2匹いる、やばい、2匹入ってこない、あ、よかった、1匹、はあ、ファイヤーゴー、もっと強いので倒してセイントショット、いやー、もっと強い魔法、誰、またピエタロ、なんで、いや、ちょっとまた風の刃戦法で、風の刃、よし、よし、くポーティンダップ、マジか、ちょっと、あ、当たんないって、怖い怖い怖い、風の刃、風の刃、風の刃必死必死、よし、お前か、お前はそうだな、あれを使おう、道具、これこれ、あれ返しちゃった、ビーンビーンビーン、モンスターを吸い込む不思議なビーン、ピエトロにしか使えないもらったやつですね、これ登場のおじさんからモンスター捕まえられるんですよ、行こう、手慣れすぎじゃないピエトロ慣れすぎでしょ、あの容量見たああ、石を求める者だけに侵入許可する、おお、ここに1個あるんだね、オッケーオッケーオッケー、これの兵隊かわいいな、これも捕まえておこうか、かわいいから、セイントショット、倒しておかない、あ、よかった、いや、ビーンいいね、これ面白い、あ、ちゃんと乗る、何が入ってるか、3匹までって言ったもんね、いけ、すごすぎる、あの手の動き見た、ピエトロ、え、やばいやばいやばい、おい、ファイヤーゴー、あれ1匹ずつならいける、1匹ずつならいける、さて、やっぱ風の刃で、風の刃、いつにかわされるのが嫌なんだよね、あ、効くね、やっぱり、いいねいいね、よっしゃ、あ、広い、ここも行けないか、過去夢めし者のみ通行か、で、あ、地下に行ける、おお、幽霊さんか、下に一回行かなきゃいけないのかな、あ、そうだ、そういえばここにあれがあるよね、やっとやっと、あ、すごい、きれいきれい、あ、寒さをこらえながら進んできたが迷ってしまった、出口がわからない、え、大丈夫かな、こんなとこ来るからだよ、あ、やばい、なんかもうね、なんかマップに赤くピカピカ光ると本当に怯えちゃうあいつじゃないかって思う、違うっぽい、あ、色違うし、いくぞ、なに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 、これはマカドリ、え、こいつもでも変身するよね多分、ちょっと攻撃してみよう、どうしただった、何だったんだろう、マカドリ、なんでこんなの、違いがわからないびっくりしたー、モンスターズか、マカドリ、あ、ある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 、
あ、まだわかんない倒してないからわかんないよ。なに？ドキドキ。ひたすら光ってるわ。チラッチラチラ。あんまり倒すと次から次へと出てくるから、なにこの怯えプレイチラッ。こっち行ってみよう。おお、通せぼしてんのか。あ、いるじゃんいるじゃん、いるね、かわいいのがいる。ちょっと待って、あっちは？あっちも行けるんだね。さてさて、久々じゃん。また頭投げてくるかい？マジックレイズ、マジックレイズ、さてさて、こいつが雪だるま。こいつ捕まえればよかったな。こいつにしようかな。Bってさ、適当に捕まえちゃうんだよね、多分。敵だけ残したりしないと。せい、あ、出た出た、頭爆弾なくなっちゃった頭かわいそう。マークビットが意外に効いちゃうな。しょっと、よいしょっと同じ、同じだわ。ちょっと技、いや、風の刃いいね。絶対当たるしね。かわされることがないから。ピピはまあ使ってても痛いな。ダメだ、これじゃ時間かかる、こいつらいや、あ、ダメだ、使っちゃおう、ここから。風の刃、風の刃、さてさて、また2箇所いけるのか。あ、頭取れてるどこ置いてきたんだい、シュールすぎるこれ。あ、どうしようかな、ちょっとこっち顔を出してみようかな。あ、広い、宝箱が、宝箱がありそうな感じだわ。え来るな、あいつ。これ開けたら来るよね。逃げよう。あ、やばい、いっぱいいる、マジ。一匹、一匹だけ、こいこいこい、え、こいつ、あいつか、一匹、え、逃げちゃった、ゲーあ、ファイヤーボール、てんてんてんなんだけどセイントストーン、よしよしよし、いいねいいね。さて、確実に一匹を仕留めよう。怖い、曲がるよ。風の刃、こうして、何もしない。何なんだろう、何なんだろう、何ですか君は。ウィンドシュート、脅してくるだけ、もしかして。あの姿でちょっとほっといてみようかな。あ、してこない、何もしてこない、え、してこないし、あ、逃げた。見た目だけかこいつ。ちょっと分かったら強気真似してるだけ、マガドリの。やめてよそういうのいや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 、この動かないのはこいつだから。ピエトロにしか変身しないんだっけ、ボローグって。セイントショット、今んとこピエトロにしか変身してないよね。えい、前作はさ、
ナルシアちゃんに変身されるのがほんと辛くて、あ、光ってる全体攻撃ガツッとやられるからさ、あ、倒さなきゃいけないのか。結構ダメージ食らったりしてたよね全体ウィンドショットとかやられちゃうとさ、辛かった、すごい。今回はどうなの？ピエトロにしか変身しなくてもちょっと困るんだけどピエトロ強いからな。お、よし、で開いたかな。何ですか、だからはこのサミダレの弓、もう持ってた気がする。こっちは鎧？なんだろう。鎧。ハリネズミのマント。お。ハリネズミのマント。全面小さなハリだらけで形も悪い。やだな。受けたダメージを少しだけ跳ね返す。おお。そういうやつか。これいいね。ハリネズミのマント。ピエトロは装備できない。あ、下がるな。運が上がるんだ。ちょっと変えてみよっか。本気跳ね返すのちょっと面白いよね。で、さて。すごい光ってるし。え、すごいすごいすごい。じゃあもう一個の方に行こう。はい、じゃあこっち行こう。ん？あ、故郷コロマックの争い事は解決しただろうか。気になる、寒い。なんか怖いこれ戻って早くあ、あーお花さんもいるんだね。食われちゃう。食われちゃう、これ。キラープラント、ウィザード、ゲー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 。あー、イムジも結構食らっちゃうな。そうか。見ると今どんぐらい食らってた？ちょっと見てなかったんだけど。くるくる、やばかったら氷のネックレスとかつけた方がいいかな。高速出た出た、なんかすごくないパワーアップしたな、なんか増殖の仕方が。前前作だと思うとニョキってきただけだって。あ、ほんと来た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 、ハリネズミ。カウンターだ。すごい増殖の仕方だった。うわよし。あ、またいる。あ、メガちゃん。あ動きがすごい。動きが面白い。おお。楽しいな、カウントあるの。ただありがたい水を。あ、こっちは何？開いてるし、なんか扉。あ、左上の通路の先にギャンブルの街、カジノ営業中、カジノシティガバス。おお。そうかそうか、左上、あっち行くと、着くのか。楽しみ。だけど、私はもうちょっとここを探索しなきゃいけないんだよね。どんどん下に降りていけばよかったと思うんだけど。あっ待って、あ、スイッチがある。あ、スタンプじゃん。これでまたピンゴになっちゃうかな。
しすぎる。ウィンドシュート。お、スタナが。えい。よし、スタンプ。一番だ。一番チェック用なスタミンカードにスタンプ押しちゃいますか？あー、うまいな。うまいところに。待って。え、ってことは？あれ、また全部倒さなきゃいけないモンスターを。これ切り替えてどっか開くんだろうな。倒そう。セイントショット。いやでも今んとこマガドリもさ平気そうだね。あ、またえぇ、ー、どんなだよ。ファイヤーボール本当に。ウィンドシュート。いいね、いいね、魔法いいね、やっぱり。妖精連れて大氷結探索。あれ、これは開かないやつかな。スイッチで開くのかな。あ、メカブリザード。ミルジーの HP ちゃんと注意しとかないと。えい。ミルトちゃん回復してくれるかな。ちょっとくれねー。まだ壁か63あれば。あ、やっぱりあれ入れなきゃダメなんだ。ここはスイッチ、スイッチ。雪だるまがいる。あんなに微動だにしなかったのに戦闘になるとめっちゃこうわさわさ動くね。腕とか。かわいい。ヒールウォーター。あ、やってくれるじゃん。よかったよかった。いや、イムジさん大事だよ。いるんだ敵。こいつか。ファイヤーボール。魔法だからちょっと時間かかっちゃうな。えい。戦闘に。あ、いた。これであったかな。なんか出てるよね。なんか鼻からなんか出てるよね。粉なんだろう。マニア魔法を使おう。メテオボム。おー、強くなったね。開く？あ、いたいた。開く瞬間見れた今。嬉しい。だって何ですか？ワッペン。場所的に氷のワッペンっぽいけどね。はい、氷のワッペンでした。ワッペン系はいないか。さてさて、じゃあスイッチを切り替えてガバスじゃない方のあっちに行ってみよう。スイッチどこだっけ。スイッチあ、スイッチこっちか。こっちかな。これか。解放しよう。はい、オレンジ色の扉が開いたはず。こっちが閉まってるね。こっちはなんだ。右下の通路の先は行き止まり。噂では珍しい宝があるそうですが、カジノシティガバス。おー、珍しい宝ってやっぱりあれですよね。何階にあったっけ地下。あれ、おおお、あ、え、今ごめん、縦札の子じゃないわ、左下が。ついに体力回復の薬が底をついた。寒い、この幕に帰りたい。なんか嫌なんだけど、こういう縦札残さないでよ。はい、そしてこいつが来たね。
匹なら余裕でしょ。もうだって魔法使わないもん、クルトが。風の刃、安定の風の刃。よしよしよし、変身前は弱いね、やっぱり。お前か。いやてかコロモック灼熱ドケツ探検隊は大丈夫なのかな。あれ、この辺もか。薬スポーツリチャージ、しかもあそこに縦札あるってことはさ、ガバスじゃない方向に行ってるよね。どうしたよ、いや心配すぎる。なんか次の縦札見たいけど、縦札ないわないわでちょっと怖いよね。どうなったって思うよね。兵隊が、おお幽霊か、びっくりした。あっ、こっちで下降りれる。あ、青い鎧の人が腐った果実をくれたのだが腐りすぎている。ガミガミでもちょっと優しいね。ガミガミ優しいじゃん。腐りすぎてるとか、これやるよっつって。いやいいないいな、なんか先導してくれてる兵隊さんが。あ面白い。あーこいつか、なんだよ。風の刃、強すぎる風の刃。ああ、幽霊さん、おお。やっぱイムジン上がるね。おお、宝箱いける、取れる、救いなめだけか。じゃあ地下に降りていこう。下の方結構モンスター強かった気がするんだよな。頑張ろう、楽しそう氷の兵隊。超楽しそうじゃん、こんな部屋ぐる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 。あ、いやいや、行こう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 。行けて地下3階。あ、また違った感じだね。悪魔の花と違うか、悪魔の花じゃないか。よいしょ。大十字路の商人は氷の穴の先に町がと言っていたが疑わしい。いや、こっちじゃないんだよ、こっちじゃないってば。そんな疑わないでよ。橋作ってくれたのに、流木で。ファイヤーボール、まったくもう。ヘイトショット、探検隊気になるわ。会えないんだよね、ほんと縦札だけのキャラクター。よいしょ、 OK。 あー、いるいるいる。いるいるいる。ヒールウォーター、そろそろクルトもありがたい水あげないと。あ、簡単、いいねいいね。じゃあウォールとかやろう。ファイヤーボール、うん、ファイヤーボール、何時に行くのか。あ、出た。雪だるまあんまり効かなかったよね今の方。もう一回やってみよう。ファイヤーボール、効きそうな、やっぱそうだね、効きそうなのに。ファイヤーボール、いいかっか、魔法あんまり効かないのか。頭爆弾つけた、ガードガードガード。よしよしよし、ボールでいいかな。ファイヤーボール、ポーピンド、出た。久々のトリロック、やっぱ効かないな。あれ、え、なん
んかすごい効いたよ今物理が。雪だるま謎。よいしょよいしょ。あまたお花さんたちと、あくるくるくる。ありがたい水使わなきゃ。ファイヤーボール。この階は全然いけるのか。セイントショット。とある階に下がった時にすごい強そうなの強いモンスターが出てきた気がしたんだよね。やばいイムジやばい。じゃあ水水水見るとにヒルレインをしてみろ、もらおう。よし、お下行ける。あまた縦札が多いな。再度王様風の人物と出会う。あ訳を話し癒しの葉を1枚もらう。ありがたい。癒しの葉でこんなにありがたがってくれるなんて優しいお父さん。お父さんでもこっち来たってこと？方向違うよなんか何してんだろうこの人たち本当に。あでもちょっと大丈夫そうか。これで灼熱凍結探検隊はよし、下行こう。どんぐらい降りるんだろう。どうかな。あーやっぱちょっと強めが出てくるね。向かってくるし、やば。この先で宝箱を発見した。しかし我々はもう体力がやばい。怖い怖い怖い。こっちも怖い。来てるよね。あれ来れない、出れないパターンか。いやあいつもなんか竜みたいなやつ全体攻撃してきそうだよね。セイントショット。ああまたブリザードか。あの顔ちょっとムカつくさて戦ってみよっか。じゃあこいつとファイヤーボール。ねえ火は効きそう。すごいとんでもない。誰ブリザード。あブリザードさん。ああなんとか倒せる倒せる。いけるいける。なんかいるよ向かってくるやつ。お前かマカトリさん。ファイヤーボール。こいつ何なんだよもうロシだよロシ。前作やってたらビビるわな。色違い出たって思うよね。回復の玉そういやないね。ここあったすごい横にあるハンマーハンマーって言った。またザッパのハンマー思い出しちゃう。衝撃だったわダークハンマー。なんで弾があるから。あでも結構余裕だったな。まだわかんないけどね。まだわかんないけど。よし回復。これは嬉しい。みんな大体 MP が同じぐらいだね。いけいけ。最近すればさ、ちゃんと後ろに回って攻撃とかしてないよね。めんどくさくなっちゃう。お、クラッシュプレート。いいねいいね。光ってるし、行ってみよう。こっちは宝箱。あー倒さなきゃいけないのか。倒そう。コンビット。フラッシュプレート見たい。アイスストーム。どのぐらい行く？ああ、まあやっぱこのぐらいか。やばいな、リスとか。
ニムジウィンドシュート、ウィンドシュート、なんとかいけるいける。あとは、あ、入り口の方のか、私無視しちゃったやつがいるのか。あ、ここでまた地下に行けるんだね。ちょっとあれを倒してきますね。よし、これで全部倒したかな。早くしよう、2回しちゃったなんだろう、宝箱開いてる。あ、あ、来たー、ここで、ここでか、勇者の証来ましたね。あれ、強い敵出てこなかった、なんだったんだろう前回の私いつもの私、あったあった、これこれ、持つだけで勇者の威厳が備わる小さな石板、石板なんだね。傭兵に細かい指示ができる、そうそうそう、傭兵に細かい指示がこれでやっとできるようになります。お、細かく決めれる、やった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 、ちょっと細かく決めるにしてみようかな。じゃあ、おー、ここにあったか、まだでも下に降りれる、降りれるみたいだね。降りてみちゃう。いや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 、嬉しい。あれ、いけない。災いの根源を突き止めし者を待つ。あ、いるじゃん、あいつあいつかわいい。あ、いるじゃん、ここにも。やば、これ強かったよね確か、これやめた方がいいよね絶対。いや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 あいつだったと思うよ私。あれが確かさ、このフロアに出てきちゃってさ、あ、びっくりした、前からあ、そうか、自分でやんなきゃいけない。これはまたこれでめんどくさい。あ、こんだけ覚えてたねあ、クラッシュプレート使ってないからやろう。敵の立つ岩盤を崩し周囲も巻き込む。あれ、これやったっけ。やったな、ケンプロが持ってるな、クラッシュプレート。いや、ミルトバージョン。25か。あ、クルトもできるじゃん。何使ってないの？スノーマンは使ったし、セイントショック、セイントストーン、エンジェルアーク使ってないじゃん。4方向に光を放ち、さらに敵を貫通、貫通した敵すべてに有効な聖属性の魔法。おー、これいいね、使っちゃおう。エンジェルアーク、おー、神々しい、強っ。こうやって指示ができるとね、アイシングブル手に入れた。やっぱ任意の魔法とか鍛えることができるのでいいんだけど、ちょっとめんどくさいから実況外で鍛えたりしてよ、しようかなと思ってるから、なんか新しい技とか覚えたら、まあ、細かくこう指示にしてお見せしたりって形にしようかな。これであれだね、あー、これ使わない、見せてオラネルしないでとかさ、なんかそういうのなんかこうね、なくなるねこれちゃんと見せていけると思います。あ、生き玉ちょっと、私緑に合ってないけど、ちょっと愛しの私の